忍法のの葉隠れの術その国の貧乏人が書物に「カマキリは木の葉に隠れてセミを狙う」と記述されているのを見つけて真に受けた林に行きカマキリの生態を観察してみると確かに葉の陰からセミを狙っている男は喜び勇んで木を蹴り飛ばして落ちた葉をすべて集めて帰宅したそして 葉を手元に取って構えて妻に問うあおい妻よ今の俺の姿が見えるかもちろん妻は見えると答えた男は納得できなかったので何度も葉っぱを構え直して妻に食い下がってきた あおい今度はどうだもう姿を消せてるんじゃないのか妻も面倒だったので「はいはい見えない見えないもう見えなくなりましたよ」と受け流した男は大いに喜び葉っぱを持って市場に行き囚人監視の中で商品を盗んだ 当然だがその場で取り押さえられ役人に県庁へ連行されてしまった。県知事から尋問され事の顛末を白状するとあまりのバカさ加減に知事は大笑いして男を無罪放免とした。